皆さん、こんにちは。どんこ坂第7回けん玉世界記録への道で、恒例となったけん玉のギネス世界記録に挑戦した三山ひろしさん。松前ひろ子の娘と長期間別居で離婚間近の真相に一同驚愕。今日は、三山ひろしさんのことについて紹介します。まずは、三山ひろしさんの経歴とプロフィールから紹介します。三山ひろしは、高知県南国市出身の演歌歌手。本名、常石正明。ニックネームはけん玉さん。人に安心感と活力を与えるという意味で、ビタミンボイスを宣伝文句にしている。南国市立長岡小学校在学中に両親が離婚。祖父母、母、弟の5人暮らしとなり、家計を助けるために中学1年生で新聞配達を始め、高校卒業後は地元のガソリンスタンドに就職。祖母の勧めで一緒に詩吟教室に通い、詩吟の師匠になる道も勧められたが、演歌が歌いたかったため本格的に演歌のレッスンを始めた。詩吟より演歌と最後の後押しをしてくれたのも祖母であった。2004年1月に地元の高知県で開催された NHK のど自慢に出場。氷川きよしの白雲の城を歌い、その大会のチャンピオンになった。3月には2003年度 NHK のど自慢グランドチャンピオン大会にも出場。歌手を志し、25歳で上京。知人の紹介で演歌歌手の松前ひろ子の店、ライブレストラン青山で、ウェイターとして働きながら、松前の夫で作曲家の中村天翔の下で3年間修行する。出身の高知県が三方を山に囲まれていること。師匠の中村天翔の別名、山口ひろしから名前を取って、芸名を三山ひろしとした。2007年7月、日本クラウン創立45周年記念新人オーディションで、準グランプリを受賞する。2009年に、人恋酒場でデビュー。2010年9月にデビュー曲、人恋酒場が10万枚を突破し、ゴールドディスクに認定された。2011年12月30日、第53回日本レコード大賞、日本作曲家協会奨励賞を受賞した。2012年発売の5枚目のシングル、男の嘘で、オリコン演歌チャート1位を初獲得した。2013年5月、高知市からよさこい親善大使に認定された。高知のよさこい祭りを全国に PR する役で、認定は2003年の都はるみ、2004年のソニンに次ぐ3人目。2013年頃からコンサートの余興としてけん玉をはじめ、日本けん玉協会会員となり全国に600人しかいない2段を取得し、2015年には3段を取得。ステージで歌いながらけん玉を披露することもあり、けん玉演歌歌手として注目されている。2015年第66回 NHK 紅白歌合戦初出場。歌唱後、2012年に師匠の次女と結婚し、二人の子供がいることを公表した。2016年、けん玉の教則本を出版し、日本けん玉協会からけん玉大使に任命された。2017年2月に三山つながりで、福岡県三山市のふるさと観光大使に就任した。同年6月に芸能界では単独最上段位となるけん玉4段を取得。同年の第68回 NHK 紅白歌合戦では三山が男の流儀を歌唱している間に、ステージ上に並んだ123人と三山の計124人が連続でけん玉を成功させる。ギネス世界記録に挑戦する趣向だったが、14人目のメンバーが失敗したため記録達成はできなかった。
2018年の第69回 NHK 紅白歌合戦では、サンザンがイゴッソ魂を歌唱しながら前回と同様、再び124人でけん玉に挑戦。サンザンを含む全員が成功し、ギネス認定となった。2020年10月、高知県のご当地ソング、セラレンをカバー。高知県立県民文化ホールで開いたコンサートで初披露した。2019年第70回 NHK 紅白歌合戦でのけん玉チャレンジは失敗に終わったが、2020年第71回 NHK 紅白歌合戦では125人、2021年の第72回 NHK 紅白歌合戦では126人と再びギネス記録を更新。2022年10月、東京都葛飾区から葛飾観光大使に任命された。その三山ひろしさんの結婚した奥さんの画像や映像はあるのか？とファンのみならず多くの人たちが興味津々踊りじなようです。三山ひろしさんの結婚した奥さんがどこの芸能一家のお嬢様なんでしょうか？三山ひろしさんは結婚してる？再婚なの？という声が聞かれますが、三山ひろしさんは結婚しています。三山ひろしさんの結婚は2015年の NHK 紅白初出場の時に公表しています。突然の三山ひろしさんの結婚の発表にファンたちは特に驚かれたようです。当時34歳だった三山ひろしさんは年齢的にももしかして再婚という噂が立ったのかもしれませんが、三山ひろしさんが結婚を公表した際に再婚というお話は特にありませんので、単純に結婚を公表したということのようです。三山ひろしさんは結婚は守るべき家族ができたことも頑張れる大きな原動力になっているとお話しされています。三山ひろしさんは結婚はまだ歌手として未熟だという理由から発表を控えていましたが、デビュー7年目、念願の紅白初出場を叶えたことから発表することにしたようです。三山ひろしさんが結婚を公表された際に、特に奥さんの画像や映像の公開はなかったので、どんな人が奥さんなのか注目が集まりました。三山ひろしさんの結婚した奥さんがどのような人なのか次でご紹介しますね。三山ひろしさんの結婚した奥さんは誰なのか気になりますよね。三山ひろしさんの結婚した奥さんは、作曲家中村天翔さんと歌手松前ひろ子さんの次女、中村陽子さんです。三山ひろしさんの結婚した奥さんのお母さんと、サンザンさんひろしさんとは師弟関係。二人でディナーショーとかもやったりしてるようです。三山ひろしさんの結婚した奥さんの中村陽子さんは一般人。ただ三山ひろしさんの結婚した奥さんの両親が作曲家と歌手ということで芸能一家です。ちなみに三山ひろしさんは結婚した奥さんのことを優しく真面目で努力家なところに惹かれたとお話しされていました。三山ひろしさんの結婚した奥さんの写真はあるのかいろいろと調べてみましたが、やはり一般人の方ということもあり、三山ひろしさんの奥さんの写真は見当たりませんでした。実は三山ひろしさんの結婚した奥さんは NHK アナウンサーである井上朝日さん次の美女と噂されています。三山ひろしさんの結婚した奥さんの映像はあるのか、こちらも調べてみましたが、写真同様、奥さんの映像は見当たりませんでした。今後、三山ひろしさんが結婚された奥さんの写真、奥さんの画像を公表するようなことがありましたら追記したいと思います。三山ひろしさんと結婚した奥さんとの馴れ初め出会いは、現在は義母である松前ひろ子さんがプロデュースしたお店でした。歌が歌えて美味しい料理が食べられるお店、ライブレストラン青山。紅
このお店で2005年頃、三山ひろしさんは歌の修行をしながらウェーターとして働いていましたが、同じお店に三山ひろしさんが結婚した奥さん中村陽子さんも働いていました。一緒に働いていた三山ひろしさんと奥さんの中村陽子さんは2009年頃に交際がスタート。師匠であり三山ひろしさんが後に結婚した奥さんの父である中村天翔さんに破門される覚悟で陽子さんとの交際を打ち明けました。決死の覚悟だったはずですが、師匠は、あ、いいよ、とあっさりと交際を OK してくれたそうです。ご両親とも最初からお二人はお似合いだと思っていたようで、実際に三山ひろしさんと奥さんが交際した時は、とても喜んでくれてたそうです。嫁の中村陽子は、夫である三山ひろしのことを、何でもできちゃう頼もしいお父さんですと評しています。直してほしいところに弱音を吐かないこと、少しは話してほしいをあげるなど、日頃から弱音を吐かずに頼りかいのある姿を見せてくれることを明かしました。その言葉に対し三山ひろしは昔から家では泣き言を言わないことを明かし、父親たるもの毅然としていつでも頼れるものでないといけないという信念を持っていることを明かしました。今の時代には珍しい強さを見せる三山ひろしですが、そんな彼に対し少しは弱みを見せてくれていいと温かい言葉をかける中村陽子。素敵な関係を築いている夫婦ですね。三山ひろしさんと奥さんは2012年3月にめでたく結婚されています。三山ひろしさんは現在2児の父です。結婚発表の際に子供が2人いることも一緒に発表しています。子供たちとコロナ自粛期間は工作にはまり、昆虫や恐竜を作ったそうですよ。三山ひろしさん自身、子供たちと毎日一緒に過ごせて楽しかったとお話しされています。三山ひろしさんの子供さんたち2人とも特に芸能活動などはされておらず、一般人なので名前など詳しい情報は一切公表されておりませんでした。 NHK 紅白歌合戦のけん玉チャレンジでも話題の演歌歌手三山ひろしさんについてご紹介しました。幼い頃から祖母の影響で演歌に慣れ親しんでいた三山ひろしさんはNHK のど自慢出場をきっかけに演歌歌手を目指し、紅白に出場する歌手にまでなりました。プライベートでは師匠の次女と結婚し、二児の父親となっています。毎年 NHK 紅白歌合戦にて連続でけん玉を成功させるギネス世界記録更新に挑戦したりと、新しいことにも挑戦しており、演歌界を担う一人として期待されています。けん玉だけはなくバラエティなどにも出演されるなど、演歌歌手としてだけではなく幅広くこれからも活躍されることでしょうね。今後も演歌界を盛り上げ、日本を代表する演歌歌手になっていく三山ひろしに注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。